はい、皆さんこんにちは、ワナルビルビジです。では今回は大戦略鋼鉄の旋風日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。前回インド制圧戦として無事にマドラス攻略することができています。周辺の制圧を進めつつですね、インド敵の最後の拠点、こちら敵の中央司令部の攻撃を行っていきたいと思います。敵の戦力を確認しておくとですね、徐々に航空戦の優位性も失われつつあり、艦長戦闘機としてはイギリス軍フルマー、これが投入されてきています。その他にもですね、ハリケーン2、これは戦闘攻撃機ですね。で、以前から出ているスピットファイヤーなんかも当然いたりするので、だいぶ強くなってきてますね。で、怖いのがですね、この高射砲40ミリのボホース、このあたりは本当に強力で、我々の戦闘機に対してのアンチという位置づけになっているようなので、しっかり対処はしていきたいかなと思います。当面の間はですね、まずは敵の基地ですね、これを占領して、特に航空戦で戦える準備をしていきたいかなというところですね。では、時間を進めていきます。冷戦も出して、しっかり敵をね、叩いていく、倒していく、それを繰り返していきます。で、はやぶさに関しては、空母でね、回復というのができないので、その分、空港をね、ダッシュして、しっかりそこで回復させていくっていうことをやっていきましょう。あとはやっぱ艦砲射撃ですね。ヤマトももう沿岸にビタッとついた状態なので、そういうところで確実に、特に優先的に倒しておきたいのが敵の高射砲ですね。陸奥もビタ付けしてありますので、敵の高射砲に攻撃を仕掛けて、損害をね、与えていきましょう。本当に降車砲が多いな。本当にもう冷戦、21型ですけどね、21型の優位性というものが、だいぶ損なわれてきている状況なので、数、特にハヤブサ回ですね。これを使って、状況をやっぱりうまくね、コントロールしていかないといけないですよね。敵の分厚い守りを今なんとか突破しようとしてますが、今25ターン目です。30ターン目までに攻略完了できると、IF のシナリオに入っていけるというね、またいつもの得点があるので、そこを一つ目指していくところとしたいと思います。そのためにはやっぱり早くかつ多く部隊を送り込んでいく必要があるので、積極的に攻勢はね、仕掛けていきます。ヤマトの艦砲射撃の撃てる回数があと4発。これで3発になっちゃいましたね。もっとね、やっぱり撃っていきたいところなんですけどね。補給するにも、ちょっと補給拠点の確保ができていないので難しいかもしれません。では26ターン目に入りました。そろそろ、基地攻撃開始したいところですよね。まだ、とはいえちょっと苦戦が続いている状態です。ヤマトの手法は強いね。本当に心強い一撃ですよね、ヤマトのこの攻撃は。で、ムツ、あるいはナガトからも攻撃を仕掛けておきます。ここにいるのがソウルフィッシュ、敵の攻撃機ですね。この攻撃機、ちょっとやっぱり払っておく必要がありますよね。空母がやられるっていうのは絶対に避けたいので。撃墜です。さあ、敵の司令部なんですけど、こんな状況ですね。まだまだちょっと先は遠そうだな。でも、確保できる周辺部があるのであれば、そこはもう確保していって、さらにね、使える場所っていうのを増やしていくっていうのを、続けていくしかないですかね。
さあではじりじりですが敵の基地に攻撃仕掛けていってみましょうか。まあ一発攻撃してみてどれくらい削れるかっていうところも見たいので攻撃してみましょう。2しか削れませんでしたね。いやーこっから削っていくのは至難の業だな。まあちょっとずつちょっとずつ部隊を送り込んでいって、削れる幅というものをね、大きくしていきましょう。さあ28ターン目に入っています。敵の司令部は完全回復してるな。完全回復してますが、まあ、ここで完全回復してるからといって攻撃の手を休めるわけにはもちろんいかないので、どんどん部隊を送り込んでいって、活路をね見出していきましょう。まずはヤマトによる艦砲射撃ですね。これ最後の一撃だな。どこ狙うかなんですが、まあ、やっぱり敵の基地司令部近くに進攻する上で弊害となるところ攻撃していきましょう。陸奥も同じく艦砲射撃ですね。長門も艦砲射撃、まあ、この艦砲射撃に本当に今回だいぶ救われてますからね。有効活用をね、しっかりしていきます。このターンで敵に攻撃仕掛けるのは難しそうなので、どうでしょうね。次のターンで、まあ、確実に敵を倒せるっていう、まあ、そういう確信めいたものまで持っていくのは難しいと思うんですけども、ちょっとでも多くの部隊が、敵の基地中心部に近づけるように前進は続けていきましょう。できるだけね耐久が残ってる部隊を近づけていってあげたいなっていうのもありますのでね、まあ、そういう段取りをしっかり組んでいきます。さあ大勝利が必要となる30ターン以内の攻略というところで今29ターン目までやってきています。苦しくはなってきてますね。本当に苦しくなってきてる。まあ、ただ、まあ、30ターンの攻略が無理であったとしても確実にここを、まあ、攻略していけるようにですね、進めていきたいと思います。最後の30ターン目が雨ですね。もうこれになってしまうときっちり攻撃が仕掛けられないので、まあ、残念ですけど。まあ、30ターン以内での攻略は、まあ、断念せざるを得ないというところになります。まあ、ここ大勝利しておくと、次のシナリオとか分岐とかどうなるのかっていうのは全く確認していないので、まあ、不明ではあるんですけど、まあ、それなりの恩恵はやっぱりあるんだろうな、というふうには思うので、まあ、残念ではありますけどね。ちょっとしょうがないですね。で敵の司令部なんですけども、周り4つ取りましたので、まあ、このターンでもし雨が降ってなければ、あるいは30ターン以内の攻略もできたのかなっていうところが、まあ、残念であり、まあ、攻略の難しさなのかもしれないですね。では、満を持して攻撃仕掛けていきましょう。司令部に対して攻撃です。今までは冷戦行ってきましたけど、はやぶさ会に今回は、まあ、だいぶ救われた戦いでしたね。まあ、冷戦の21型だと、まあ少し敵の最新鋭機の前に苦戦をしていたという状況もあったので、まあ、その点、陸軍の最新鋭機にあたるはやぶさ会、これがすごく機能してくれたのかなというふうには思います。とどめを刺していきましょう。まあ、こんだけこう空気で囲んでるので確実に、まあ、このターンで終わらせるために、耐久値の高いユニットで攻撃を仕掛けて、全体の火力を押し上げていきましょう。最後、このハヤブサで攻撃仕掛ければいけるかな。じゃあ経験値稼ぎして最後とどめ刺すところをご覧いただきたいと思います。
ではお待たせしました。ここで最後攻撃を仕掛けて終わりにしていきます。31ターン目の攻略です。惜しかったですね。はい、ご覧いただきました。イギリス軍守備隊降伏という内容です。結果勝利です。まあ大勝利じゃないのが残念ですね。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。